日本人は北海道の海の幸、山の幸が大好きで、この中でも特にカニが大好物です。加藤水産は私の親父が創業した会社で、魚介類とかを卸しをする商売をやってました。親父の商売を継いだ後は、インターネットで注文を受けた商品をお客様に届けようということで、スタッフにお願いをするんですけども、誰もインターネットの可能性を信じてなかったんですね。でも親父だけは好きなようにやれと何も言わずに応援してくれました。おそらく加藤水産がアマゾンの中でカニを売った初めてのお店だったと思います。アマゾンに出店してからは、日本全国のお客様から注文をもらうことができるようになりました。